吉田さん、人には辛抱一本金になるっていうの知ってます？これ前もどっかの動画でお話したと思うんですけども、人には辛抱一本で金になるっていうんですね。人っていうのがお金って漢字を書くときのこの上のね、こういうやつですね。にっていうのはカタカナで辛抱一本ね、はっていうのがこうじゃなくてこうなんですけども、金になるというね、辛抱一本金になる。あの YouTube をずっとやりながら暗号通貨にシフトして、で企業案件を受ける、その流れもすごくいいと思うんですよ。私も企業案件いっぱい来るんですけども、もう日々来ますけどもね、あの海外から主になんですけども、まあ面倒くさいんでやらないんですけども、まあけどこれは儲かるなっていうのがね、やり続けて分かりますよね。で YouTube 始めたんだけども、でもやめちゃう方っていうのも当然いる、もしくはやめないんだけどもペースがすごく落ちる方っているんですけども、やっぱり YouTube も辛抱一本なのかなと思うんですよ。で逆に言うとですね、あの辛抱が足りないから今のところにまあたどり着いた、流れ着いたってこともあると思いますんで、じゃあ本当に辛抱して辛抱して辛抱して自分の求めるところにたどり着いたら今のところに来てないと思うんですよね。それが現実であって、でも今いるところでも結局我慢や辛抱ってあるわけでしょ。だからどうせ我慢や辛抱するんだったら自分の思い通りの人生が手に入る方向に進んでいったらいいんだけどなと思うんですよね。でそれを私はこう示してるわけですよ。会社の経営もしてた、会社員もやった、店舗もやった、店舗でも働いた、まあ様々な働き方やったんだけども、未だに続いてるのっていうのはこうやって放送するってことですよね。基本的にはこの YouTube がなければ全てのビジネスが成り立たないぐらい、まあ、私はこう結構ね YouTube っていうか放送に依存してますね。 YouTube に限らないんですけども、まあ、Twitter でも別にいいんですけどね。だから放送するってことを辛抱してやり続けて、自分が影響力を持てるようなインフルエンサーになるまでやると。で有名な YouTuber さんとか有名なインフルエンサーさんでも去っていきますからね。やっぱり YouTube チャンネル登録10万人いる人でも、あの有名ブロガーでもいなくなるでしょ。その席が空くわけなんで、ずっとやってるだけで自分がそこに君臨できるっていう図は変わらないんじゃないかなと。つまり実ることっていうのは、あのずっとそこでね、こう双葉からそれから幹が生えて、枝をつけて葉をつけて、で実らせるみたいなね。だから途中でもう肥料をあげたりとか水をやったりとかケアするのやめちゃったら植物も枯れちゃいますんでね。まあ大事な人生歩んでほしいですね。いってらっしゃい。